はい、大西織城さんの紅白搭載20センチです。お願いします。はい、丸天模様、まん丸な丸天、鉢いっぱいの丸天ですね。そして単純な模様なんですけども、やはり顔の丸天、背中の重要なところに大きい日、そして後半の安定したこの大きな日が非常によく見えます。この鯉もですね、非常に顔が大きく、そしてこの背中肩幅のある鯉だと思います。今より3年後、4年後、5年後の想像していただいて、買っていただきたい時だと思います。模様はですね、今搭載のうちは非常に単純かもしれませんが、大きくなった時にこの素晴らしい持っている持ち肌の白地を生かして、この白地を見せる鯉になってくれるんじゃないかなと思っております。やはりもあのどの鯉も地肌、紅質しっかりしてますね。大きくした時のこのままの形のイメージで見ていただきたい時だと思います。掴みます。サイドです。またそのちょんとある紅が可愛らしいですね。そうですね、非常すごい太鼓ありますね。はい、お腹です。非常に太鼓のある鯉が多いですね。そうですね、この幅もありますよね。まあ、やはりそのエクスジニアの血も入っていると思いますし、三原の鯉はみんな大きくなっているのが多かったですから、そこらの新しい掛け合い、大日さんの期待の本命だっぽいですね。楽しみですね。はい、こちらを見てもらって、はい、ご覧いただけましたでしょうか。大日織城さんの紅白搭載サイズの方が20センチです。ぜひよろしくお願いします。